11時キックオフです。本日のマッチデースポンサーはアサヒグローバル株式会社、オフィシャルクラブスポンサーは明治安田生命、そして FC 刈谷のサポーターの皆さん、ようこそ NTN 総合運動公園サッカー場へご来場ありがとうございます。今日も胸躍る試合を期待しましょう。さあ、それでは試合に先立ちまして両チームのメンバーお知らせいたします。まずは白色のユニフォーム FC 刈谷、背番号21荒川哲也、背番号2長野優太、背番号5桜岡哲也、背番号17吉岡勝俊、背番号24高橋昭次、背番号10大野誠、背番号15内田悟、背番号19坂本勝俊、背番号7中野優太、背番号9稲葉圭吾、背番号22志木和弘、リザーブ選手背番号1山下渉、背番号25原田光輝、背番号27諸井浩太、背番号4藤本洋平、背番号11富ヶ原亮、背番号18浜田康久、背番号29渡辺潤。続きまして、オレンジ色のユニフォームホームビアティンミエのご紹介です。背番号1冷静なコーチングとみなぎる都市、ビアティンの守護神鈴木聡。背番号3チームの大黒柱、今年も激しいプレーでチームを支える我らがキャプテン加藤秀典。背番号7チーム最年長にしていまだチーム1のスピードを誇るビアティンの井田天和波智弘。背番号13チームのムードメーカー、勝つためなら攻守にどこでもこなすマルチプレイヤー藤巻翔吾。背番号22右サイドから強烈な攻撃でチャンスを量産、攻撃的サイドバック田中将希。背番号9スーパーゴールは俺に任せろ、九州の黒ひょうから三重の黒ひょうへ荒木浩太。背番号10変幻自在のボールコントロール、相手を切り裂くプレーでチャンスを作れ岩田直樹。背番号20新加入でチームの中心選手、経験のあるプロート好みのプレーが身上、攻守の要稲森睦美。背番号27中盤での意外性のあるプレーが持ち味、強烈なミドルシュートを今日も見せてくれ高田翔希。背番号16鋭いパスとドリブル、チームのゲームメーカーとして期待される新人伊藤圭斗。背番号24期待の新人ビアティンの得点王は俺だ、毎試合俺のゴールで熱くさせるぞ岩崎浩也。続いてリザーブ選手ご紹介しましょう。背番号12フィニシウス・ゴベッチ、背番号25飯田博之、背番号18川村圭介、背番号23谷口力人、背番号17佐藤瑠衣、
背番号15、山田昌司。背番号11、角田博美。リアティング監督は海津英志。なおこの試合のマッチコミッショナーは片岡輝明、主審中村忍、副審真島修一、副審安藤正弘、第4審判員水谷隆の4審判によって行われます。試合開始まで今しばらくお待ちください。